三車返しは、日本原産の大島桜を元に生み出された、里桜群の桜の栽培品種。鎌倉に由来する桜で、霧ヶ谷とも呼ばれる。京都に由来する、五所三車返しとは別の品種である。鎌倉の霧ヶ谷にあった桜の個体名に由来し、江戸時代には、霧ヶ谷と呼ばれていた。この桜には、この桜の下を牛車で通った。 貴人二人が一重先か八重先かで言い,い争いとなり、牛車を引き返して確認したという逸話があり、当時は車返しとも呼ばれていた。一方で、京都の別の桜にもこれと似たような逸話があり、小水のお天皇が京都御所の義州門にある桜の傍らを通りかかった際に、その美しさに牛車を引き返させて鑑賞したという、お車返しと呼ばれる桜もあった。 この二つの似たような逸話を持つ別々の桜が混同され、明治時代に鎌倉由来の霧ヶ谷別名、車返しがお車返しと呼ばれるようになった。これを受けて、現在は本来の京都のお車返しは御所お車返しと呼ばれるようになった。このよく似た二つの桜の逸話と名称の変遷により、現在でも御車返しと御所御車返しを混同する事例がある。 一つの木に一重の花と八重の花がつく特徴を持ち、5枚から7枚の花びらを持つ。全体に淡く格子であり、花の先端ほど色が濃くなっている。花は3.5センチメートル以上の大輪である。花と同時期に葉が出始める。葉は楕円型で、橋は巨子状になっている。受講は中用。ありがとうございます。